例えば皆さんが反り腰で腰痛を持っていて、こんなストレッチやっていませんか？こうやって腹ばいになってよいしょーっていうストレッチやっていませんか？絶対にダメですよ。なぜならば、だって反り腰だから反りすぎていて腰が痛いのに、どうしてさらに反らすんですかって話です。どうもどうも、シドニーの姿勢矯正セラピスト庄司です。今日は反り腰、腰痛、これは絶対に NG っていうテーマでお話しさせていただきます。実際にね、うちのクリニックでも多いんですよね。腰痛抱えてますって言うから、普段やっているストレッチ見せてって言うと、さっきみたいな腹ばいになってこうやって伸ばすストレッチやっちゃってるんですよね。こんなのやればやるほど体が壊れていきますって。プロに勧められたとか、ネットで落ちていたからやるっていう人も多いんですけど、あれは骨盤が後傾している人、後ろに傾いている人にとってはいいですけど、骨盤が前に傾いている人にとってはもう最悪です。で、僕他の動画でも言ってますけれども、自分の体を治すためには、まず自分の体の特徴を知ることなんですよ。どんな運動でもやっていいっていうわけじゃないんです。人の体は全員違いますし、歪み方も全員違うんですよね。だから自分がね、こういう風に傾いているっていうのを知らないと、こっちのストレッチだとかエクササイズしちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、自分はこっちに傾いているんだなっていうのをまず知ること、そしたらこれをまっすぐにするようなエクササイズとかストレッチをしていくこと、そしたら人の姿勢は整っていく、人生炸裂すると、この順番ですよ。だからさっきの話ですけれども、ヨガとかでこのポーズをして腰痛を作る人ほんと多いんですよ。実際にうちもあのヨガのインストラクターさんが腰痛治療に来られます。いや、ヨガそのものは全然否定しないですよ。あれはものすごくベネフィットがあるもんだと思ってますし、ただ反り腰なのにさらに反らすような動きをして腰痛を作っちゃいけないって僕は言いたいんですよ。だから反り腰とヨガはね、残念ながらいい組み合わせじゃないんですよね。火プラスガソリンみたいな感じですかね。ヨガをやりたいっていう反り腰の人、まず反り腰を直してください。そこからヨガしてください。ヨガってください。この動画ですね、ここにリンク貼っておきまーす。反り腰の直し方バッチリ言ってますんで、同じようなことがね、ジム行ってる人にも当てはまるんですよ。特に男の人に多いですかね。ジムには通っている、だけれども腰痛持っていて、見てみたら反り腰だって人で、そんな人に運動どんなことやってるのって聞くと、デッドリフトをやってます、120キロ持ち上げてますって。デッドリフトってあの背筋のトレーニングね、120キロ持ってますみたいなの言うんですよね。で、あ、そっか、腹筋はどんなことやってますかって、100回やってます。負荷は、負荷いや、ないですみたいな。バランス取れてます、それで120キロ背筋やって腹筋は0キロ。体は正直者で絶対に嘘をつかないんですよ。やっていることがもろに体に出ますって。それでいてハイパーエクステンションとかしてますからね。あと反り腰の人、スクワットもやっちゃダメ。もう僕が以前配信した反り腰のやっつけ方理論編で学んだ方はお分かりかもしれないですけれども、反り腰の人は太ももの前を鍛えちゃダメなんですよ。もう火に油、火にガソリンなんですよ、それは。なんでわかんないっていう人はね、もうこの動画見てください。もう人生変わりますから。よく言われますけどね、あの庄司さん、どうしてそんな自信満々に言い切れるんですかって。なんではっきり言えるかっていうと、僕自身が過去に反り腰腰痛で悩んでいたからなんですよ。で、当時はね、アホやったんでね、僕あのカイロプラクティックとかマッサージとかもしょっちゅう治療を受けに行ってたんですよ。で、その時は楽になると、だけれどもすぐに痛みがぶり返してきてたんですね。全然根本的には治らなかったんですよ。なぜならば、この理論を言ってくれる人と出会っていなかったから、 YouTube に庄司がおらんかったからなんですよね。だから一生懸命スクワットしたりね、あの走ったりね、背筋とかしてましたからね。そら治らんわみたいな。そんな無駄な期間が18年間使ったお金が数百万円で効かないぐらい。だから説得力あるでしょ。プラス、この反り腰動画、理論編と実践編を配信しました。そしたらコメント欄見てください。たくさんの人が結果出してますと。反り腰治りましたとか、腰痛消えましたとか、僕が会ったことすらない人たちが改善しているんですよ。これは理論が正しいとか、考え方が正しいっていう証明になりませんかね。だから話戻しますけど、昔僕自身が反り腰腰痛だったでしょう。だからそういう風にね、
同じような悩みを抱えている人の気持ちがめっちゃわかるんですよ。昔の僕と同じような目にあってほしくないんです。そんな無駄なことは避けてほしいから、僕が知っているもんガン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 シェアするわけですよ。みんなにとにかく幸せになってほしいんです。あとはソリゴシ腰痛さん NG のアイテムとしてハイヒール、これはね、悪魔の発明品ですね。反り腰がさらに進むし、腰痛作っちゃう、座骨神経痛作っちゃう、足は痛いし、むくむし、太くなるし、外反母趾は作るし、で、最悪ですよね、あれはね。だからハイヒール履かなきゃいけない人は、がっつりケアしてくださいね。ハイヒールとケアはセットで生きていってくださいね。あとよろしくないのは、腰の後ろに置くあのランバーサポート。あれもよろしくないですね。もう反り腰さんには合っていないです。同じ理由です。もう反り腰を助長するようなものは使っちゃいけません。ってわけでした。いろいろ言いましたね。腹ばいのストレッチだとか、ヨガと反り腰さんの話、スクワット背筋はよろしくないですよ、ハイヒールだとかランバーサポートの話でしたね。人の体は正直です。もうこれらをやっている限り、火にガソリンガーって注いで、なんで火に消えへんねんって言ってるようなもんですからね。もう反り腰腰痛治る理由がないですよ。逆にこれらをやめるだけで劇的に体は楽になりますよ。もう健康の大原則、いいことはたっぷりする、悪いことは一切しないです。今日お伝えした NG の動き、一つでもやっていることがあったらストップしてみてください。将来びっくりするぐらい体が楽になりますんでね。今日も人生変わる教えやな、すごいな俺。というわけでした。シドニーのセラピスト庄司でした。またお会いしましょう。どうも。 PC をするときの正しい座り方、これはなんか一瞬で引っ込める、太ももの前が腰痛を作ってたことですね。これが骨盤の歪みだと僕は思います。肩こりは無知から始まるんですよ。その無知をなんとかして、小嘘でもなくて中嘘でもなくて大嘘です、大嘘です。これは自分で直す方法をレクチャーさせていただきます。必ずこれやり続けていったらかっこいい体になることは間違いありません。腹周りがしんどい人にめちゃくちゃに有効なエクササイズだと思うんで、もうこの時点で結構胸張れてますね。あとこれはうちの息子のペパ君です。よいよいよラジコー。よろしくお願いいたします。